トルコの神童、久保のプレーに顔色が青ざめていた模様。ビニシウスから久保の話を聞いたデュレルの表情がボックス内で一変した。デュレル派、久保が簡単にマドリーの守備陣に問題を起こしていることに最も驚いていた一人だった。ビニシウス派、チームメイトの心配と驚きの表情に気づいたので、彼に近づき、オスマントルコのプレイメーカーが予想もしなかったようなことを言った。我々と一緒にプレイしていた。彼はマドリッド出身だ。久保建英がマドリードのシャツを着ていることを知ったデュレル派、顔色を変え、さらに驚いた。しかし、まだある。というのも、ビニシウス派マドリーでの過去を明かしただけでなく、久保建英が来シーズンの攻撃陣補強の主な選択肢の一つであるとデュレルに語ったからだ。デュレル派試合中、日本人ストライカーの動向を気にかけ続けていた。この作文読ませる内容だな。ビニシウス一体何者なんだ、信憑性派知らんか。デュレル君が衝撃受けたらしいぞ。マドリー戦の久保派本当にエグかったもんな。デュレル君レンタル行く気になったかな、わら。冬にソシエダにレンタルとかの可能性も少しぐらいはあるんですかね。久保で3億、だったからデュレル8億、ってかなり期待されてんだな。竹の代わりにデュレル揺さぶる V に、わら、V に派ほんと久保好きだな、わら。